キチャンネル。じゃあちょっと最初にですね、言い忘れてたんですけども、YouTube サードチャンネル佐々木智也のゲスト部屋っていうところでですね、清田問題についてっていうのを語ってる動画がありますので、まだ皆さん知らない人もいると思いますので、概要欄に貼ってありますので、清田の裁判の問題は何気に球界を揺るがすかもしれない大きな問題があるよっていうところをちょっとね、専門家の人を招いてトークしてますので、ぜひそちらの方もご覧ください。宣伝です。ということで本編スタートです。じゃん。さあ来ました、金曜日ということでね、プロ野球総チェックのお時間でございます。今日はですね、札幌ドームに解説に来ましてですね、ビッグボス初勝利をね、見てきましたね。なんか関係者の人には、佐藤が勝ちを持ってきてくれてよかったって言われたんですけども、まあチームのね、頑張りが全てでございます。ということでね、こちら札幌のホテルからお送りしますけども、終わって試合見て総チェック頑張っていきましょうね。皆さんもしっかり見てください。勝ってても負けててもね、見て、まだ序盤序盤、慌てるなって。ロッテはね、去年開幕5連敗でも結果で、ね、まあ優勝できませんでしたけど、マジック3まで行きましたし、佐々木2002年開幕11連敗してますということでね、まだまだ始まったばっかり、いい時も悪い時もある。悪いこともね、しっかり佐々木チェックで反省して、何が悪かったかね、負けても見てくださいね。ということでタイガースファンのあなたに応えて、今日は阪神から行きましょうね。広島対阪神ね、ということで、3月29日3対2広島サヨナラ勝ち、30日8対3広島、そして30日3対2で広島3連勝ね。阪神開幕6連敗ね。タイガースファンの皆さん見ましょうね、見ていきましょうね。カープファンの皆さんすごいですね。はい、ということでね、まあ、3月29日の試合ね、3対2広島サヨナラ勝ちということでね、阪神取れる時に点を取れないからこうなるで、最後は自滅っていうね、ストーリーに、なってしまいましたけども、まあ基本的にはね、一番やっぱりね、その7、8、9、ここでね、追加点が取れなかったのがね、タイガース痛かった。まあ序盤ね、広島がね、3回裏に、まあ小園のタイムリーでね、先制して、で、6回にね、糸井のセカンドゴロ間に行って、で、大山の犠牲フライでね、勝ち越して、よし、いい形できたと。ね、その時にね、まあ、結果サヨナラ負けするんだけども、これ7、8、9もチャンス作ってんだよね。7回もね、ワンアウトから中野はね、内野安打、マルテデッドボールでワンアウト1、2塁から、まあ、佐藤がね、アウト。で、ここでね、一番重要なのが、広島ね、栗から黒原に、2アウト2、3塁でね、交代っていうね、しかも、プロ初登板がね、この厳しい状況、そこでね、糸原を三振取った黒原をね、ピッチング、グッピッチング。ね。でも、ここでね、点取りたかった。で、そして、8回ね、先頭、糸井がね、ライト前ヒット。で、大山、ファールドアウト、坂本アウト、で、ロハスアウトっていうね、この先頭のね、ランナーを行かせなかった。で、9回ね、こちらも先頭、近本、フォアボール。で、中野バント失敗。これ、バント送っとこうよね。遅れたらまた状況違った。でも、その後ね、マルテ、アウト。で、佐藤ね、フォアボールで、アイザーパスボール。ちょっとアイザー、ちょっとパスボール。ちょっと開幕、多いね。しっかり、キャッチしていこう。で、2アウト1、3塁になって、まあ、佐藤がね、盗塁成功して、その後もね、糸原アウトっていう、これ7、8、9でね、1点でも取ってたら、勝ってたね。で、その中でね、9回裏、ピッチャーね、ケラ、マクブルーム、ね、またカーブ、センター前、カーブ打たれるね、この前の時もそうだったけど、で、ダイソーストレン、で、盗塁、ね、タイミング完璧アウト、ね、送球も良かった、タッチも、その、代わり、タッチしただけがポロッと落ちて、審判アウトって言いかけだけが落ちたの見てセーフ、ね、これ、アウトだったらもう終わってたよ。ね。中野、バーッと。ね。で、相沢三振。で、上本、ね。12球粘ってフォアボール。ぐーっと。上本、何気にすごいね。いい形の、ね。菊池上本。これがね、すごい。で、ワンアウト一塁になって、代打長のね、ピッチャーゴロ、ケラ、弾く。あれ、取ってたらアウトよ。取れたっしょ。ね。で、この二つのミス。中野のタッチ、ポロンチョ。で、ケラ、取れず、ね。で、ピッチャー交代、ここで湯浅になって、で、西川がね、さよならヒットになるけども、これね、勝てた守備。ケラーはどうのこうのっていうよりも、守備だね。まあ、ケラーの守備っていうのもあるけども、だからこういったところがね、痛い。ね。
で、逆にね、守備で言えばね、広島、阪神の攻撃ね、6回裏、ノーアウト満塁のね、痛みのセカンドゴロ、菊池がね、スーパープレイ、一塁間ね、ダイビングキャッチ。あれ抜けてたらね、多分、3点以上ね、失点あったかもしれない。で、その後ね、大山が1、ワンアウト2、3塁で犠牲裏、2点止まり。あれ2点止まりにしたことが逆転呼んだからね、6回。あれ菊池のスーパープレイ、守備。ガッと。ね。で、黒原のね、厳しいところでの登板。ね。そういったところも良かったけど、ちょっと阪神ね、守備。しっかりやっていきたいね。で、やっぱりね、こういう連敗起きた時っていうのはもうね、阪神に入れるのはまずできることを普通にやろってね、いうところで30日ね、8対3で広島の勝ちになってくるけども、まあ、6回裏ね、2アウト1、2塁坂倉のね、まあ、サードゴロ同点タイムリーになるんだけども、マルテ弾いて1塁間後ろに行って、まあ、これ2塁ランナーね、西川よくホームまで行ったね、グッと。走塁はね、素晴らしい。確かにね、マルテ打球は速かったし、難しいプレーだったのはわかるけど、でも、あれを処理してれば0点だった。ね。でも、あれを弾いたことによって、そっから3失点するんだよね。で、その後ね、末金のショートゴロ。中野、こいつ、タイムリーエラー。ね。ここも痛かったね。7回のね、相澤勝ち越しタイムリーやって、その後ね、末金のエラーっていうね。だから結局、マルテは難しかったけど、取ってたら0点。あれによって、しかもまたね、中野のタイムリーエラー。でね、7回裏にも、菊池のね、タイムリー、ツーベースだけども、バスター。グッド。ノーアウト1、2から菊池のバスターでね、そのマルテの上を大きく超えていって、まあ、それがね、土に弾いてポーンってね、終わってからまた跳ねたよね。で、タイムリーツーベースになって、もう何やっても繋がる。ね。広島の連打。で、ここでね、ポンポンってね、点取って、その後またね、マクブルーム。ワンアウト2、3塁からセンターでタイムリーヒット。で、坂倉がね、犠牲フライと、これも繋がっていく、この広島の打線、すごい。ね。で、その中で、8回裏ね、ワンアウト2塁から、松山のね、サード、内野安打なんだけども、大山がランニングスローで、悪送球、タイムリーエラー。この試合、計3度のタイムリーエラー。まあ、マルテのやつはね、エラーとして、記録されてないけどもね。まあ、ミスで言えばね。そういったところで、やっぱりこうね、まあ、できることをちゃんとやっていかないと、やっぱ今ね、乗せると。だから、ピッチャー移動もね、悪くなかった。これはね、守備の乱調で、ね、こうなってしまっただけで、内容的にはね、そんな俺は悪くなかったと思うね。で、広島ね、先発どこだ ?7 回82球、4安打4三振、無四球、1失点と安定感。グッド。ね。対左へのツーシーム、めちゃくちゃ良かったね。でもその中で、阪神、いいところある。ね。ロハス、5回、パームみたいな、チェンジアップみたいな、投打の球のアウトロー、あれを引っ張り込んでホームランはね、グッとすごい。だからそこからロハスも上げていきたいね。そういったところではね。っていうところで今日ね、3月30日3対2で、広島の勝ちってなったけども、阪神もね、ヒット10本出てんだよね。でもこれね、繋がっていかないね。こう悪くなるところ、繋がっていかないんだよね。勝ちきれなくなった時に。で、広島はね、のすごいのが、2回表ね、こう阪神が先制するんだけども、秋山のワンアウト満塁からね、こうダブルプレイ崩れの間に1点入るんだけども、まあリクエストでね、判定が変わるんだけどもよ。菊池の無理な体勢からのファーストナイススロー、セーフになったけど、えげつない、このプレイ。だからね、まだ見てない人、ね、今知った人、これ見て、阪神のね、2回表の攻撃、ワンアウト満塁、秋山の打席のショートゴロ、ダブルプレー取れずだけど、菊池の反転してからの、このな、あれよく投げれるね、ファーストに、しっかり。これはね、ぜひ見てほしい。ダブルプレー取れなかったけど、めちゃくちゃえげつない。だこういう積み重ねがね、やっぱこの菊池の守備にも助けられた、この連勝でもあるね。まあ確かに打つばっかりが目立つけど、何気にね、阪神、広島のこのね、連勝を支えてるのはね、打つのも確か。でも、5割打つのだったら5割ね、守備力だよ。そこはね、かなり無駄な失点をね、防いでるっていうところが、勝ちにつながっててね、大きいね。でね、あとまあ、何気にね、まあ、目立つとこだよね、マクブルームとかね、言いがちだけどね、すごいの。上本。ね。まあ、この日もね、しっかり3打数1安打1打点とね、カーブ引っ張り込んでね、タイムリー打ってるけども、この初戦29日ね、12球粘ってフォアボールとか、このね、上本のね、存在感、
すぐっと、ほんと素晴らしい。この連勝をね、支えてるって言ってもね、全く過言じゃない。ナイス。ナイス。攻守にわたって、ナイス。でもその中ね、タイガース打線も考えてね、この5回表とか近本がね、セーフティー、もう何、どうやってしても出るってセーフティーで出てね。で、佐藤がね、あのインコースの結構難しい球引っ張り込んでね、タイムリー打って2対0になっていい形にね、行く中で、まあ5回裏にね、あのマクブルームツーベースで坂口がライト前ね、でノーアウト1、3塁から、まあ堂林がアウトになったけども、まあ末金のね、ショートゴロの間に行って、まああれはちょっとピッチャーが効いたからね、ダブルプレー無理だけど、行って、その後ね、今さっき言ったね、上本がカープ引っ張り込んでタイムリーっていうね、これ行って、この広島の、ね、練習1点で終わんないんだよね。で、ここ同点になって、で、6回裏ね、で、マクブルームが勝ち越しタイムリー打って、もう何やってもうまくいくっていうね。あの、ワンアウトから菊池がヒットで打って、で、小園がバントでね、2塁行ってマクブルーム一発で決めるっていうね。で、まあ、リリーフ陣もね、あの、堀江島内、中崎の復活も大きいね。何気にね。ここでのリリーフ陣の層の厚さがね、中崎大きいね。で、堂林がね、まあ、きっちり、あ、栗林。堂林と栗林すいません。間違えちゃってね。栗林がね、最後しっかり抑えて、まあ、3連勝っていう形になるんだけども、まあ、今はね、いい形で、タイガースもね、あの、戦いでないけども、まあ、ここ我慢だね。だから守備とかそういうとこね、きっちりやっていこう。ね、そこが一番大事に、ね、なってくるんじゃないのかなと。まあ、結果ね、広島の3連勝でした。続いて、中日対 DeNA。3月29日、0対4で DeNA。30日、6対7で DeNA。31日、1対0で DeNA。DeNA、3連勝ドラゴンズ、3連敗なってしまいましたけども、まあ、ね、振り返っていきましょう。ね、29日、0対4で DeNA というところで、DeNA 先発ロメロ。8回91球、3安打5三振、1四球2、デッドボール無失点というところでね、球数も少なく、ツーシーム、カット、チェンジアップと、まあ、ボールをね、動かしながら、どんどんね、ストライクに投げ込んでいったことによって、まあ、勝機をね、生んで、まあ、相性がね、DeNA にいいっていう、あ、ドラゴンズにね、いいっていうところもあるんだけども、まあ、中日打線もね、積極的にね、打ちに行ってんだよ。でも、そこがね、どんどん来るから打ちに行ってんの。だからこれね、悪いことじゃないんだけども、まあ、そこ仕留めきれずっていうところでね、まあ、3安打完封されちゃうんだけども、まあ、完封リレーされちゃうんだけども、まあ、ロメロはね、まあ、まあ、一つ、バットっていうところはね、あの、3回ぐらいね、石川のピッチャーフライ、あの、ぶつかってね、落球するんだけど、まあ、バットがね、山本、キャッチャー、終わりすぎ。あそこはもうピッチャーに任せてよかったよ。ね。まあ、でもそこで、ね、無失点になったから、まあ、よかったけど、そういったミスはね、防いでいきたい。でね、DeNA の攻撃ね、3回表、2アウト1塁からの牧、ライトへのツーランホームラン。あれはすごいね、あの、バンテリンドームで、ライトにきっちり右バッターがいるって、なかなか簡単じゃないから、やっぱそれはね、2年目のジンクスないね、末恐ろしい、非常に、グバッティ。ナイスホームランでした。でね、あ5回表、ワンアウトからね、栗原が、セカンドへツーベース打って、その後ね、楠本がレフトへタイムリーヒットっていう、この追加点取りに行くんだけども、まあ、初回にね、桑原がライトへのツーベース打って、で、楠本ね、ここ三振してんだよね、ノーアウト二塁で。まあ、最低でもね、進塁打打てない。ね、ここバットっていうところなんだけども、まあ、このね、失敗をしっかり挽回して、5回のね、ワンアウト二塁からしっかりね、レフトへタイムリーいった。まあ、こうやってね、挽回していくっていうのはね、非常にいい形でね、できてるかなと。でも、まあ、今度ね、同じシチュエーションになった時には、もう追い込まれたらね、最低でも進塁をね、打っていきたいなと。で、中日はね、3安打、打つ手なしっていうところで、まあね、先発のロメロが好投して、まあ、4番が打ったりね、いいところで追加点っていうところではね、まあ、DeNA としては完璧な試合展開だったかなと。で30日、6対0でね、中日、負けっていうところになりましたけども、中日ね、初先発、高橋宏とね、5回97球、5安打2三振、3四球、1デッドボール4失点と、まあ、球質は良かったね。球の質は非常に良かったけど、ただ球高いね。そういったところ通過されてるんで、まあでもね、期待値は高い。だから次回ね、登板には期待したいかなと。ちょっと球高かったんでね、低め意識してね、投げていきたいかなと。逆に DeNA ね、石田、7回97球、4安打2三振、無四球2失点というところでね、球数も少なく、制球がね、非常にグッと、まあ、コントロールね、非常に良かったかなと。あと変化球のね、高さはね、その高橋と違って低めにね、勝負どころで投げ切ったっていうところでは、非常にね、緩急がついて、素晴らしいピッチングだったかなと。でね、特にね、6回裏の対大島への3ボール2ストライクの打席で、インコースにカット投げんだよね。インコースからのカット。めちゃくちゃ良かった。このね、一球はね、見る価値あり。ね、まだ見てない人、見てください。6回裏の対大島の 3-2 からのインカット。ね、ボールからキュッと入ってくる。非常にね、グッピッチ。ね、
素晴らしかったね。ああいうの現役だったら勉強になるね。あ、そういうやり方あるなっていうね。で、あとね、その後ね、対岡林に対して、今度ね、左バッターへもしっかりチェンジアップを投げていって、ライトフライに打ち取る。グッズ。このね、特に対左に対しての攻め方、非常にね、良かったかなと思います。で、中日はね、やっぱ3回、6回に、やっぱこの、フォアボール絡みでの失点っていうところがね、この3回の時も、ワンアウトから佐野フォアボール、で、牧デッドボール、宮崎フォアボールで、満塁のチャンス作って、関根にね、センター前タイムリー。だから、まあ、あの時もね、高橋もインコースいいところ投げてたけど、やっぱりこのね、フォアボールとデッドボールでね、ピンチっていう。で、しかも DeNA はここ複数得点ね、してるところが非常に良かったかなと。まあ、6回もね、先頭ね、ピッチャー橋本に代わって、先頭柴田がね、フォアボールで出て、で、戸柱もフォアボール。で、石田が送りバントを決めて、桑原の犠牲フライ。で、ここで終わらずね、で、楠本デッドボールで、で、佐野がね、レフトでタイムリーヒットっていうところで、まあ、盗塁もね、重ねて、でね、3得点っていうね。だからこのちょっと、四死球でね、傷口を広げて、で、パーンって返せってるんで、ちょっと投手陣ね、中日、もうちょっとね、頑張っていかなきゃっていうところと、DeNA をね、そこでしっかり1点じゃなくて、複数得点できたっていうのは非常に大きかったかなと思います。まあ、ただね、DeNA も8回にね、4失点、石田からね、ピッチャー入江に代わって、ヒット、まあ、ここもね、フォアボールがね、重なって4失点するんだけど、若干不安だね、リリーフ。まあ、しっかりね、まあ、1点差でね、まあ、ドキドキしましたけど、勝ち切ったって感じですね、DeNA。パー的には。でもね、ドラゴンズ、ね、4回裏、鵜飼ね、レフトへツーラン、肘、畳んで、あそこ打てんだね。グッドバッティング。素晴らしい。あそこが打てるってなると、あそこ若干詰まりそうな感じと思ってたんだけど、足こうね、あそこを肘畳んで、しっかりね、腰の回転でホームラン打てるっていうのは、非常にね、素晴らしいし、今後もね、ちょっとこのね、上向きになってくるんじゃないのかなっていう感じはね、あのホームランで思ったんで、非常に素晴らしいホームランだったと思います。で31日ね、1対0で DeNA っていうところで、DeNA、浜口、素晴らしい。フォアボール一つ、ストレートと、チェンジアップ。もまあ、下半身がね、どっしりしてるっていうのはあるけども、ホームの安定感がいいね。で腕をしっかりね、縦気味に投げて、ストレートとチェンジアップが同じ角度から落ちるっていう、あんないい浜口、久しぶりに見たぞっていうぐらいの、非常に素晴らしいピッチング、だったかなと。まあ、松葉もね、まあ、非常にいいピッチングの中で、で、6回表ね、藤島のリリーフもグッドリリーフだったね。あれも非常にいいね。この6回。まあ、6回表ね、ワンアウトから、楠本さんのがね、ヒットで繋がって、牧になったところで、藤島がね、出てきて、で、そこでね、サードゴロ。で、宮崎に対してもね、ショートライナーと、ここね、ピンチを切ったっていう、このね、高リリーフっていうのも素晴らしかったし、まずはもうね、変化球の低めっていうのは非常に素晴らしいピッチングしてて、まあね、0対0で、行くんだけども、問題はここよ。8回裏、先頭強打。ね、右中間を抜けて、三塁、タッチ、アウトになるんだけども、まあ、これを、まあ、難しい。このね、評価で難しい。強打を攻めるのは簡単。確かに、ノーアウトで、アウトになっちゃ絶対ダメだから、それはね、三塁行った方が、それノーアウト三塁、ノーアウト二塁より、ノーアウト三塁の方が絶対いいのよ。だってもう正直1点取ったら勝てんだから、この終盤でね、0対0で来てる中で。ってなった時に、1点勝負で、まあ確かに、結果論で喋ったら、この構想がなくなっちゃうからね、構想と暴走は紙一重っていう中で、まあ確かにノーアウトだから、絶対セーフじゃないと、行っちゃダメだっていうのがあるから、そこはまあバットなんだけども、セカンド牧が素晴らしい送球したのよ。ちょっとでも、それてたら、セーフ。これを、だからね、まあ、でも、言っちゃダメか。ノーアウトだもんね。これがワンアウトだったら、まあ、チャレンジっていうところもあるし、勝ってたらチャレンジもあるけども、まあ、でもあれダメやっていうと、今後の構想類にも繋がっていかないから、非常にね、難しい。でも、ノーアウトって考えたらストップかなと。でも、そこまで攻められない。一番評価してあげたいのは、牧のスローイング。牧、グスロ、ね、ピンチを積んだ。非常にね、ドストライクの送球をしてね、非常に素晴らしかった。でもちょっとこれは難しいね。まあ、ダメだけど、頭ごなしに怒りたくない。それなぜかっていうと、そういう、やっぱ構想と暴走は紙一重っていうぐらいの構想にも貫かねないから、その積極性っていうのはまあまだね、シーズン序盤だから、失ってほしくないから、
頭ごなしに批判はしたくないけども、まあ、ノーアウトって考えればストップかっていうのもね、まあ、これサヨナラ負けしちゃったからね、まあ、そうやって思うだけかもわかんないけどね。まあ、でも、今後もね、そういったところは積極的に行ってもらいたい。でも、状況も考えながらっていうところはね、感じるでしょ、今後もね。で、最後はね、9回、ね、マルティネス出てくるんだけども、ショートの内野安打、でね、デッドボール、で、バントして敬遠でね、満塁で大和、前日ね、退場、線引いちゃってね、退場した中で、まあ、サードゴロね、最後ヘッドスライディングして、ゲッツー崩れで、まあ、決勝点になるんだけども、まあ、ここはね、執念かなっていう形かな。で、最後はね、山崎康明がしっかりね、3人で抑えて、まあ、逃げ切るっていう形だったけども、まあ、でも、ピッチャー陣のね、いいピッチングになったかなと、まあ、こういう接戦はまあ仕方ないかな。強打のところはね、ちょっとみんなで考えましょう。ということでね、結果、DeNA の3連勝でした。続いて、巨人対ヤクルト。29日5対3で巨人、30日3対1で巨人、31日6対3で巨人、巨人3連勝。あ、ということはセリーグ全球場3連勝3連敗っていうね、形になりましたね。まあ、29日ね、5対3で巨人ね、ヤクルトもったいない敗戦っていうね、お題をつけさせていただきます。ヤクルト初回ね、塩見がフォアボールでワイルドピッチ、こう押してもらってね、体でいかないで手だけでいってんだよね。これ体でいかないとね、そういったところがね、一つのミスっていうところがね、大きい。で、その後ね、青木のライト前タイムリーヒットね、先制に繋がっていくっていうところでは、ブロッキングして、まあ、取れないのはまだ仕方ないですけど、手だけではね、ダメよ。ね。で、奥川ね、4回53球、2安打3三振、1四球、1失点。まあ、この1失点はね、巨人岡本フォークボールね、ライトへホームラン。これさすがだね、フォークをライトにっていうところをね。で、まあ、なんか理由があってね、交代って言って、まあ、登録抹消されてたんで、まあ、本当の理由がね、ちょっとわからないんだけども、ちょっと心配だね、ヤクルトとしては。で、巨人ね、6回表、ピッチャーね、交代坂本。で、吉川フォアボール。で、ワイルドピッチ。ね、フォーク系が引っかかって、ね、ワイルドピッチになるけども、で、ベース前ワンパ。だからね、難しいのよ。だから手だけでね、こう、だって、引っ掛けてね、だから左、みんなが投げるとしたらこっち側に来ると思うけど、こっち側に引っ掛けてくるってなかなか想像しにくいのよ。で、引っ掛けて、しかもベースの前でしょ。だから手だけで行くしかないんだけども、ちょ体も行きながら手だけで行きたかったね。ちょ手だけ、これ難しいんだけどね。だからまあ、止めれれば本当にもうラッキーみたいな感じなんだけども、まあそこでワイルドピッチになって、で、坂本フォアボール。で、代打、広岡がね、バンド、フィルダー視聴率、吉川の足、速い、ポン、入って。で、岡本三振。で、その後、中田、ショートゴロ、ね、ショート長岡。もうね、タイミング的にはダブルプレーでもう終わり、無失点っていうところだったけども、パンって弾いて、しかも最低でも一つ取ってたらよかったけども、オールセーフになって、その後、丸は抑えるんだけども、松原に、ね、左中間、3点タイムリーっていうところで、このミスが痛いね。だからワールドピッチからの、ね、初回ワールドピッチからの失点。ね、タイムリー。ここも本当は0点だったけども、そのミスすることによって、その後3失点っていうところで、このね、ミスが完全に、失点に響いたっていうところはね、ちょっと非常に痛かったかなと。ヤクルトね、で、木澤がこの日ね、登板して、2回22球、ノーヒット、3三振無失点。ね、評価としては、荒々しいピッチングにね、見えた。キャッチャーほぼ真ん中気味にしか構えてなかったし、変化球全部ボールで、まあ、松原にね、カットボール三振あったけども、まあ、ほぼ全部ボール。だから、で、だから真っ直ぐに見えるけど、なんかシュートらしいんだよね。だからなんか荒々しさあるけども、まあ、どうなのかわかんないね。力はあったけどね。まあ、もう一回、二回見たいかなっていうね、感じはあるけどね。まあ、巨人だとこの試合、3安打だからね。だから若干もう、ヤクルトね、勝ってたのに、まあ、自滅みたいなね、感じになっちゃったね。ちょっともったいない敗戦。逆に巨人はね、そこ、相手のミスね、ついてしっかり勝ち切ったかなと。で、30日、3対1で巨人っていうところでね、まあ、これね、まあ、ヤクルト石川、巨人メルセデスっていうところで、両先発ね、まあ、しっかりね、試合作って、グッピッチだったかなと。で、巨人はね、4回表、ここまでずっとね、苦しみ抜いたポランコ、ね、このインコースずっと攻められてて、それをね、石川のシュートをライトへやっと対応してね、ホームラン。このホームランがね、また相手の攻め方が変わるきっかけになるかなっていうところでね。で、まあ、ここ一発で終わらずね、
ウィーラーその後敬遠で小林勝負2アウト1・2塁っていうところでね、でここでチェンジアップをレフトへツーベース打つんだけども、腰がね粘れてた、開かないで腰が粘れてたことによってバットに乗せれてね引っ張り込めたっていう、まあこのね小林がね打ってねキャッチャーが打てばやっぱ巨人ねやっぱ打線繋がってくるね、そういったところではこのね得点が非常に大きかったかなと。でその後ねウィーラーのレフトへホームラン、原監督もチュチュってやってたね。でまあこっからがね原采配の妙っていうところになってくるんだけども、まあ6回裏ね、高騰してたメルセデスね、村上にレフト前ヒット打たれてワンアウト一塁でサンタナ迎えたところでもうスパッと交代桑原ね、でここでサンタナねファーストファールフライ、その後長岡もファーストファールフライでねピンチをね積むと。まあこの桑原もね4試合連続で非常に難しいところで結果を残してね非常にグッドリリーフ素晴らしいね。で7回ね今村で8回ビエイラっていうところでビエイラがね塩見フォアボールで盗塁で青木もフォアボールってバッとバタつくね。でその後山田ねピッチャーライナーセカンド悪送球は投げなくていいからね、あれマジで全然セーフだからね、しかもはとんでもない高速球投げて対応できないよ野手ね。でその後あの村上の時にピッチャーね交代高梨ね、でまあセカンドゴロの間に1点取られるけども、その後サンタナピッチャーね交代で畑三振グッド、あのナイスボールね。で9回体制盤石のねリリーフっていうところでもうねもう原采配でポン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 変えていってね、もう出し惜しみすることなく躊躇することなく変えた、まあベンチワークもねこの勝利の、一因になったかなと。でヤクルトね、先発、石川ね、まあ2安打しか打ってないんでね、ヤクルトがもうまた援護なしっていうね、去年も援護なかったけどね、石川も試合作っていい試合だったけどね、今年もちょっと援護なしっていうね敗戦になりましたね。で31日、6対3でね巨人っていうところで、巨人ね先発放ったね、怪我からの復帰でっていうところで、まあ身長も高いけどストレート角度あるね、まっすぐの投げ下ろしで、そっからのチェンジアップ、多分ねあれ見分けづらい、ストレートとチェンジアップ同じ軌道でいくからね。で4回裏ねワンアウト中にから村上をねチェンジアップで 4-6-3 ダブルプレーに取って、で6回裏ね2アウト1・3塁で山田に対してもチェンジアップで三振っていうね、非常にいいところでチェンジアップはね低めに決まってんだよね。そういったところでは非常にナイスピッチングでね、ポランコ、4回表のねこの先制につながる打席だけども、まあ、ワンアウトからね坂本がフォアボールでポランコライト前ヒット打つんだけども、やっぱり前日ね石川のインコースをホームラン打ってるっていうところで、まあ、何でもかんでもいけなくてね、やっぱり自分が打ちやすい外にね来やすくなるっていうところで、そこをねライト前ヒット打って、で岡本がねレフトのね先制タイムリーにつなげるっていうところでは、やっぱその石川からのホームランっていうところがね、こういうその後の配球にねつながってきて、ポランコちょっと上がってくるかもわかんないね、これからね、あのホームランによってね相手の攻めも変わってくるだろうしね。で、6回表吉川センター前、坂本フォアボール、ポランコフォアボールで、まあ、原樹取ったらこう痛いよねこのフォアボール。でもその後岡本ね、ピッチャーゴロあれすごかったね、スライディングで、あれ普通暴投投げるけどね、あのボディバランスね非常に素晴らしかった。で中田ね空振り三振に取って2アウト満塁から丸に打たれるんだけど、これねサインミスなんだよね、キャッチャー見てたらわかるけど、ちょっとこうなってたからね、サインミスでセンター前2点タイムリーをねちょっと悔やまれるね、打たれるのは仕方ないけども、サインミスで打たれるっていうのは一番やっちゃいけないことだから、まあそういったところもうちょっとちゃんとやっていかないともったいないよね。でまあヤクルト的にはまあこれね6対3っていうところでね、まあ負けちゃうんだけども、1回3回4回5回このダブルプレーになってるね、これが痛いね、やっぱチャンス作ってるけどそこでねダブルプレーで、まあ逆に言うとねジャイアンツの投手陣がねそこ踏ん張ったっていうのもあるけども、この1、3、4、5の回のだって5回までに4回ダブルプレーになってるからね、そこはちょっとねチャンスがあの目をつんでいかせなかったっていうところはあるけどもね、まあ終盤ねこの8回裏にねあの塩見のタイムリーで9回裏にもねサンタナのホームランっていうところで、まあ、いいところはやっぱり出てるけども、まあ、このね序盤の失点がちょっとね痛かったかなっていうねところあります。サインミス、これはだから丸のサインミスの2点なかったらひょっとしたら勝ってたかもわかんないっていうところで、やっぱサインミスの失点っていうのはね結果痛かったかなと。まあ結果ね巨人の3連勝でした。さあ続いてパリーグね、オリックスへ楽天、29日1対2で楽天、30日1対6で楽天、31日、0対1で楽天、楽天の3連勝ってね、いうところになりましたけども、29日ね、2対1で楽天、楽天先発田中マー君ね、7回93球、4安打6三振、無四球1失点と、
腕の振りが強くてストレート結構力あったね。なんかかわしていくっていうよりもなんかすごい力強さあったんで、今年はいい感じのね、あの開幕戦というところでね、本人ね、しっかりいい調整できたんじゃないのかなと。でオリックス立場もね、6回99球4安打5三振2四球1失点と、まあ、昨年同様ね、頭昨年終盤ね、非常に序盤はちょっとバタついたけど終盤めちゃくちゃ良くなってて、それと同様に頭全く振らないで腕だけ振って軸しっかりしてて、非常にね、球持ちも良く素晴らしいピッチングだったかなと。でオリックスはね、3回裏先制っていうところで、2アウト2塁から、バレラインコースのね、厳しいところライトへタイムリーツーベースで、8回にもインコースのね、厳しいところライト前ヒット打ってるから、インコースのさばきはいいのかなっていうね、ところを、感じましたけどね。で楽天5回ね、安田、甘く入ってきたね、カットボールかスライダーっていうところをライトでフルスイングで豪快でホームラン1号安田グッドナイスバッティね。コロナ特例措置で抹消、ちょっとね、いい感じだっただけにね、まあ、残念だね。で、楽天7回ね、ワンアウトから、山崎フォアボール。で、田中のね、センター前、ここでね、山崎の素晴らしい走塁。ね、センター福田が、ちょっとね、バウンドはず、待って取って、ちょっとね、ジャンプ気味に取ったんだよね。この姿勢を見て、三塁へ走塁。グッド。素晴らしい。ね。普通の感じだといかないかなっていうような打球だったけども、その姿勢を見て三塁まで行ったっていうね、あの走塁は非常に素晴らしかったかなと。で、その後安田フォアボール。で、ワンアウト満塁になって、西川サードゴロ、ファーストラベロ、ホームに投げ損ねてファンブル。痛いね。これが決勝点になったけども、バッと。その前にね、一塁間ダイビングしてね、キャッチ、いい守備もあったけども、やっぱ簡単で勝負どころでミスされたら困るよね。あれもったいない。バッと。ね。で、オリックスもね、8回裏、2アウトからピッチャーブセリッツ、福田レフト前、で、バレラね、先ほども言ってるライト前、で、ピッチャー湯気、吉田フォアボールになって、ピッチャー西口、満塁から2アウト、ここで一発ね、打てばっていうところで杉本ね、西口がストレート勝負、初球ストレートボール、で、2球目ストレートファール、で、3球目ストレートボール、2ボール1ストライクから、ストレート4球続けて、セカンドゴロ。ちょっと、ちびったかな、杉本。豪快さなく、コンパクトにヒット、ちょっと弱々しかったね、当てに行く打球なんからしくないなっていうね、いうところで、まあここのね、西口のピッチング、グッと、ここを抑えたっていうのもね、勝ちにつながったし、まあオリックスとしてはやっぱり吉田杉本が打てなきゃきついね。で、30日1対6で楽天っていうところでね、まあオリックス攻守に制裁かくっていうね、テーマになりました。まあ楽天ね、早川7回94球4安打5三振1四球1デッドボール1失点と、フォームのバランスがね、非常にグッとね、こうゆったりして軽く入って腕が巻きつくようにしっかり腕を強く振れるっていうね。だからひょっとしたらこの日の投球が早川のベストフォームなのかもわかんない。だからちょっと覚えとこうかなと思ってるんだよね、このフォームっていうのをね。やっぱいい時の覚えとくとね、修正しやすいんで、ひょっとしたらね、ひょっとしたらこれがベストフォームなのかもわかんない。しかも対左バッターに対しても、しっかりチェンジアップをね、投げ込み、外一辺倒にならないっていうところでも、昨年のね、違いが出て非常にグッと良かったんじゃないのかなと。でね、ストレートもしっかり走って変化球も生きるっていうところで、まあ、制球、緩急っていうところが非常についた素晴らしいピッチング、だったかなと。でね、オリックス、投手陣はね、フォアボールからの失点っていうところがね、痛かった。しかも楽天はそこをしっかりタイムリーで仕留め切るっていうところでね、まあ初回も先頭西川フォアボール、鈴木大地三振だけど、浅村ヒットで島内のね、センターへのタイムリーツーベースで2点。で、ここで終わらずに、渡辺がね、サードゴロ、宗がね、ファンボールでエラー。このエラーの1点とかもね、ちょっとミス、痛かったよね。で、6回も、ピッチャー、本田、ね、辰巳先頭ね、粘ってフォアボール。で、住谷バンド、西川フォアボール。で、鈴木大地アウトに取るけども、浅村が2アウトからしっかりタイムリーヒットを打って、で、その後、島内も連打で2点っていうところでね、まあ、しっかり追加点を取る。でも、オリックス的には、フォアボールが失点につながっていくっていうところでね、まあ、ちょっと痛かったかなっていうね。で、あと、オリックスで気になったのは、もう、8回なんだけども、8回、まあ先頭福田三振。で、宗がツーベース。で、吉田アウトになって、ツーアウト二塁から、杉本のレフト前ヒットで、宗が本塁でアウトなんだけども、この時点で8回、点差が6対1、5点差。で、回りますっていう、バーッと、こうちゃんも含めて。しかもまあね、レフトの西川がちょっと補給体制が悪くて、頼を見て、
ホームに行ったのかもわかんないけども、まあその後ね、西川がホームにね、ナイスプロー、グッと、ね、ナイススローしたからね、っていうのもあるけども、5点差でランナー溜めていかなきゃいけない。その1点無理に取りに行ったって、6対2になるだけだからね、8回で。それよりランナー溜めていかなきゃいけない時に、1点差とかだったら正直わかるけども、5点差で、で、しかも悠々アウトだからね、ホーム。あれはね、コーチャー、バッと。ちょっとあれは考えづらい、ね、考えにくい走塁でしたね。まあ、こういうところでちょっと攻守に制裁を欠くっていうね、いうところもありましたし、逆に楽天はね、7回裏、まあ、隅田にね、パスボール。これね、サインミス。早川バッと。サインミスは取れないよ。ね。で、そんで、2アウト2、3塁になったけども、まあ、大田のね、センターフライ。ね。辰巳、スライディングキャッチ。ガーッツ。ね。ゴールデングラブ。ナイス。ね。ちょっと怪我で出遅れたけども、心配いらずね、非常に素晴らしいプレー。こういったところだから、ちょっとそういったところの差がね、繋がったかなと。で、31日ね、1対0で楽天の勝ちっていうところで、山崎幸也もね、非常に素晴らしいピッチング、切れ味もあったしね、思い通りのピッチングできてんじゃないのかなと。で、滝中もね、特にカーブが良かったね。で、それで緩急つけれて、まあ自分のね、思い通りのピッチングっていうのがね、できたと思うけども、で、その中ね、まあ9回、ね、先頭島内がツーベース打って、マルモレを三振したけども、代打銀地、センター前、銀地く。まあ、昨年はね、ちょっとコロナ感染ね、とかして、ちょっとね、なかなか復帰できなくて、まあ、不本意なね、一年になったかもわかんないけども、アウトコース、ちょっと引っかかってね、引っ掛け気味のね、センター前、なんからしいね。まあ、こういったところでね、銀地っていうピースがね、まあ、代打、もしくは、まあ、今後ももっとね、ファースト、DH なんかで出てくるかもわかんないけども、そういったところでね、このベンチから次に行く選手たちっていうところで、銀地の存在は非常に大きくね、まあ、この虎の子の一点っていうね、まあ、逆に、まあ、オリックスはね、まあ仕方ないね。胸のね、3安打っていうところはあるけども、まあその後吉田がね、まあ吉田杉本が1割台だからね、まあここのちょっと復調をね、待つしかないかなっていうところで、ちょっとね、全体的に投打のね、この歯車っていうのがね、合ってないかなっていうような感じに見えましたね。楽天はね、3連勝っていうね、試合、カードでした。続いて、ロッテ対ソフトバンク。29日1対2でソフトバンク。30日3対4でソフトバンク。31日1対3でソフトバンク。ソフトバンク3連勝っていうか、ここまで1、2、3、4、5カード全部3連勝、3連敗だね。はい。ということでね、はい、振り返っていきましょう。29日ね、2対1でソフトバンクっていうね、まあ延長っていうところになりましたけども、まあロッテね、先発ロメロ、7回88球、2安打7三振、1四球、1失点と、非常にね、素晴らしいピッチングだったけども、その中でね、ちょっとソフトバンク打線がベンチも含めて対応取れなかったのかなと。対左バッターに対して、37球投げるんだけども、ストレート7球、スライダー30球。で、対右に対しては、ストレート28球、スライダー22球、チェンジアップ1球とね、まあ、ゴボゴボぐらいになるんだけども、ね、しかも、対柳田に対しては、1打席目5球全部スライダー、2打席目7球全部スライダー、3打席目5球全部スライダー、投じた17球3打席全部スライダーで3三振っていうね。しかも対左に対してはもうほぼほぼスライダーだから、もうちょっとベンチがね、昨年ってそのスライダーを狙うとかね、まあ三森のね、あのレフト前なんてね、もうスライダーを意識したようなレフトへのね、ヒットだったんで、そういうのをチーム、ここまで偏ったらチーム全体でもうちょっとね、この狙っていくっていう姿勢をね、見れてもよかったのかなと。で、ソフトバンクね、先発石川。7回100球、1安打7三振、2四球無失点。ストレート、カット、カーブ、フォーク、スプリット系。もうストライク先行、どんどん投げていって、制球が素晴らしい。完璧。俺、ひょっとしたら、わかんないよ。申し訳ない。だからもう、記憶にないからあれだけど、俺ひょっとしたら、ここ数年、石川の投げたピッチングで、俺一番いいの見たかもしれないっていうぐらい、すごかった。これはなかなか打てんぞっていうぐらい、それぐらい良かったね。あれできれば、13、4勝はいけるんちゃうかっていうようなね、ピッチングに見えましたね。で、ロッテはね、1点ビハンドの中でね、8回裏、ピッチャー燃えるようになって、ワンアウトからね、岡フォアボール。で、ここで代打ミキになるんだけども、あ、バントなのかなと思ったんだよね、代打ミキで。これまあ普通にね、打ちに行って三振するんだけど、ここでね、岡が盗塁。で、その後、高部の初球。インコースのね、ストレートが甘め、逆球振りで外行くんだけど、こう積極的に初球から打ちに行くことによって、センター前タイムリー、グッと。まあ、高部のヒットも素晴らしい。でも、岡のね、盗塁、そして走塁っていうところも非常に素晴らしい。だから、岡と、まあ、高部、二人で取ったね、一点。しかも、もう、ね、
モイネロからのね、この勝負どころの1点というのは非常に大きかったなと。でね、その後マーティンが三振だけども、これ去年までだったら、ここでマーティンが打って一気に逆転っていうね、状況だったけども、まあ、ここ1点止まり、まあ、追いついてね。で、そこからね、延長っていうところで、まあ、10回表ね、ピッチャー西野になるんだけども、先頭中村がね、粘って、カーブをレフト前。しかもこの日初めて投げたカーブだからね、粘って粘ってして、で、ここで、ダイソー、野村、出てきた。ね。で、牽制、3回された後に、もうほぼほぼ投げ出す前に走って、盗塁セーフ、盗んでね。で、ガルベスのセンターフライで3塁タッチアップ。で、今宮のサードゴロ、若干三遊間寄りの、ゴロをギャンブルスタートでホームヘッドスライディングセーフになるんだけども、まあ、サードミキも三塁側に行ってからの逆回転のホーム。送球ね、確かにちょっと高かった、ここらぐらい。でも、ラインはそれてない。あの体勢でドンピシャ投げるは無理です。ね。そうやって高いやろっていう人いるかもわかんないけど、無理です。あれ精一杯です。ミキのプレーは。逆にあれまでできたら上等っす。ね。何を褒めるか。野村の走塁を褒めましょう。右の走塁が高い。もうタッチももうギリギリ。ね。その中で、まあ間一髪ね、リクエストになったけど、ホームについてて行って、まあ野村でね、取った1点だね。で、これでね、まあ2対1でソフトバンクのね、勝ちになるんだけども、まあマーティン・レアードね、ノーヒットはね、さすがにきつい。ね。で、続いて、30日4対3でソフトバンクって言うんだけども、まあ、この試合のテーマはもうミス合戦。ね。で、最後は、ロッテ自滅。ね。早稲田先輩後輩対決怒りっていうね、テーマでしたけども、ソフトバンクはだね、5回89、5安打4三振、29、3失点と、まあ、試合作るけども、っていう感じだね。でも2回までえげつなかったよ。ストレートも、ちゃんとホップしてたからで、ね、低めでも、すっごいな、今日の出来と思うぐらい、2回まではえげつなかったけども、3回から若干ね、いきなり制球見出し出すっていうね、まあ、そこ何があったのかなっていうぐらい全然違うかったね。で、ロッテ大島、6回105球、7安打、3三振、29、2失点と。まあ、立ち上がりね、ちょっとストレートの制球が悪かったかなと。まあ、チェンジアップは良かったんだけどね。でもそこ、まあ、尻上がりにしっかり修正できたかなっていうね、投球に見えましたね。でね、その中、初回ね、ちょっとバタつくかっていうところでね、2番佐藤にフォアボール出して、ワンアウト1塁、ちょっとこれ嫌な感じだね、フォアボール出し方っていうところで、1塁ね、佐藤健選手、大きい。ね、佐藤、バーッと、ね。リクエストになったけど、見えない映像なかったね。そのはっきりわかるね。まあ、やっぱ足で見せなきゃいけないところで、まあ、そこで牽制アウトはバーッとだね。でも逆にね、小島はあそこの牽制アウトでね、ちょっと波乗れたかなと。で、ソフトバンクね、2回表、ワンアウトから、クリアがね、栗原センター前、で、ガルビスレフト前、で、ワンアウト1塁になって、中村はね、センター前、これね、首振って投げるんだよね、小島が。で、それなのに甘く入るんだよね。首振って投げるんだったら、もうちょっと責任持ってしっかり投げようよ。っていうのが、キャッチャーとしての意見です。で、ここね、センター行くんだけども、センター岡がね、届いてんだよ。届いてんだけども、スピードに合わしきれず、こいつ、エラー。で、ここに知って、これちょっと痛いね、ミス。で、逆にロッテね、3回裏、藤岡フォアボール、で、平沢セカンドゴロ、で、ワンアウト2塁になって、柿沼のライト前、ぐっと。チェンジアップね、若干体勢崩すけども、ヘッド返さないでね、そのままポーンとセカンドの頭の上行って、このね、柿沼のね、ヒットで、1、3塁になって、高部のね、センターへの犠牲フライが生まれる。このね、まあ、高部の犠牲フライもね、悠々だったけども、この柿沼のライト前、良かったね、非常にね。今、松川、佐藤、柿沼、キャッチャーね、みんなで頑張って、ね、負けてたまるかっていうね。で、それで、総力がね、上がっていけばいいね。今の感じではね、3人いい形でね、持ち味出して頑張ってるんじゃないのかな、と、ね、いう感じがしますね。で、4回裏、ね、レアードがセンター前打って、で、佐藤がね、ライト前打って、で、岡バンとね、ここ、サードガルベス、反応遅い。一瞬止まってたからね。で、慌てて出てきて、まあ、内野安打になるんだけども、もうちょっとバッとするって言ったら、もうちょっと対応ね、良くしてもらえる。ここちょっとミスだね。記録に残らないね。で、その後藤岡三振するけども、まあ、平沢がね、レフトへしっかり犠牲フライ。で、2アウト1、3塁になってね、この時にセカンドランナー佐藤がね、3塁行くのよ。あの走塁も良かったね。で、一三塁になって、ここでね、岡が盗塁するんだけども、これね、サインはね、ピッチャーカットだったの。でもね、ピッチャー和田を忘れてたんだよね。このサインを。だから若干ファースト用に降りていったんだよね。で、甲斐はその降りていったのを見て、和田の方に投げたんだよね。投げて、和田投げてきたから、びっくりしたように上げたけど、忘れてるから反応できず、もうボールが、一塁
セカンドベースからだいぶ2、3メーター離れた一塁方向にそれていってワンパンになってセンター抜けていってホームに帰ってくるっていうね、あれをキャッチャーのエラーにされるからたまったもんじゃないけども、だいたいピッチャーがサイン間違うのよ。でも和田も超ベテランじゃん。超ベテランのピッチャーがサインミスしたらダメダメバッとね、もったいないよね。でね、4回裏にそれでね点取って3対2で逆転して、あ、このままの流れで行くんちゃうかっていうところで7回表が来るのよ。で、まあ、7回表ね、先発大島から代わって東條がマウンドに上がって、まあ、今宮をね三振ね、このバット振らせず、まあ、スライダー意識あるからね、そこをまっすぐまっすぐまっすぐでいったね、この配球も良かったね。しかもそこをしっかり投げ切ったね、東條も良かったけども、で、回もね、見逃し三振。で、三森、フォアボールっていうところで、まあ、佐藤に代わって代打上林が出てくるんだけども、まあ、ここでね、ピッチャーが鈴木に代わって、このね、センター前ヒット。グッて。結局ね、まあ、その後いろいろあるんだけども、このね、逆転劇は上林、センター前ヒット。グッて、ね。で、ツーアウト、一塁になって、柳田、フォアボール。ね。グラシアル、フォアボール、押し出し。栗原、フォアボール。押し出し2回で2失点。バッと。で、結果もその後は4対3でソフトバンクの勝ちなんだけど、まあ、自滅だね。正直ね。でもこのね、上林のヒットがね、その後の柳田、グラシアル、栗原、3者連続フォアボールなんだけども、まあ、プレッシャーをね、与えたね。で、まあ、この試合でね、9回に、上林と栗原がね、ちょっとぶつかって、で、今日の報道で、栗原、十字靭帯断裂、半月板損傷っていうところで、まあ、今季絶望っていうニュースが流れたけども、まあ、怪我だからね、試合中、まあ、仕方ないけども、やっぱこのね、まあ、去年までは、お客さんね、制限してたりとか、いろんなところでね、まあ、制約があった中で、まあ、今年はね、球場によって制限してなく、お客さんを入れて、そうなったら、まあ、声援、歓声っていうのが、やっぱ昨年以上にね、大きくなると思うんだよね。これどこの球場行ってもそうだけど。で、そうなってくると、まあ、ここね、1、2年っていうのは、その静かなところでやってた分ね、声の意思疎通っていうのが聞こえたけども、やっぱお客さん入ってくると、その今までの声量じゃ聞こえなかったりね、する状況がある中で、まあ、これミスコミュニケーションが起きるからね、まあ、なってしまったものは仕方ないけども、これはまあ12球団もそうなんだけど、そういったところをね、お客さん入って歓声ある中で、ちょっと今までとは違うよっていうところをね、認識した中で、その声の掛け合い、コミュニケーションっていうのは、やっていかなきゃ、それぶつかったりね、することがあるんで、まあ、そこら辺はね、ちょっとこう環境が違うっていうところがあるんでね、しっかりちょっと修正してもらいたいなっていうのがあるけども、まあ、ホークス的には栗原のね、今季絶望っていうのは、まあ、チームとしては痛い。本人としてもあれだけどね、もうでもなったもんは仕方ないからね、まあ、しっかりリハビリね、頑張ってもらって、また元気な姿をね、見せてもらいたいなと思います。で、まあ、31日ね、1対3で、ソフトバンクっていうところになりますけども、まあ、ソフトバンクね、先発大関、ね、臆することなくストライクをね、どんどん投げ込んでいく。で、その中で無四球。これがね、まあ、良さを生んだよね。非常に素晴らしいピッチングでした。で、しかも、リリーフね、津森、加山、又吉っていうところでリリーフしていくんだけども、まあ、萌出の森を休ませながら、この最少失点の1対3の試合で、しっかり勝ち切るっていうのは、ちょっとそう、熱いね、リリーフね。まあ、又吉の加入っていうのも、非常にね、いい形の、層をね、高める風な感じになってますけども、まあ、3回ね、2アウト1塁から中村のね、レフト前、レフトへ2ベース、レフト線上ね、2ベースで、この1塁ランナー柳田もよくホームまで帰ってきたね、最後ヘッドスライディングだったけど、逆に言うと、レフト高め、もたつきすぎ、あれでホームに帰ってこられちゃね、ダメだよね。そこら辺はね、しかも楽々だったからね、まあ、そういったところもね、ちょっとずつのね、ちゃんとやってもらいたいなっていうね。で、ロッテはね、8安打ヒット出るも全く繋がらない。ね、単発で出るだけ。ね。で、まあ、コメントでね、打順のつながりが悪いってね、言ってたけど、打順のつながりが悪いっていうのは、外の人間はね、言ってもいいんだけども、中の人間がね、言っちゃうとっていうことは、明日、大きく打順が多分変わるんだろうね。だって、打順のつながり悪いって言って、全く同じ打順の流れだったら、それ決めてんの誰ですかっていう問題になってくるんでね。まあ、明日、ひょっとしたらね、打順が大きくね、レアード・マーティンとかも含めて変わるかもしれないですけども、まあ、そういったところはね、ちょっと注視して見ておきたいなと。まあ、打順のね、つながりが決めるのがね、首脳陣なんでね、悪かったら変えていこうっていうね、話ですよね。ということでね、まあ、結果、ソフトバンクのね、3連勝でした。
さあ最後に、日本ハム対西武。29日0対4で西武。30日3対5で西武。31日6対2で日本ハムビッグボス。日本ハム今季初勝利。ということでね、このカード初めてのね、3連勝3連敗じゃなくね、まあこう2勝1敗で西武の勝ち越しっていうね、試合展開でした。29日ね、0対4で西武っていうところで、西武ね、佐藤先発、5回82球、4安打2三振、1球無失点と、まあ、対角線のストレートが非常にグッと、素晴らしかったね。で、立ち上がりね、チェンジアップね、制球できなかったけども、仕上がりね、非常に良くなったかなと。でね、腕の振り、まあ、ソフトバンクのね、和田みたいにこういって投げていくから、ちょっとバッターからしたらね、見えにくいっていうところと、ちょっと体感スピードが、スピードガン以上に速く感じてるのかもしれないね。結構差し込まれてたんでね。で、この1試合もね、山川、2回、ソロホームラン、そして8回、ソロホームラン、ね、ピッチャーを抑えて4番が打つ、完璧です。ね、まあ、その中でね、2回、ホームラン打った後も、ノーアウトから森がね、2ベース。で、その先ね、3塁ゴロで進塁打打って、栗山、レフトへの犠牲フライ。こういう1点も大きいし。で、5回、栗山のね、ショート内野安打から、アイトバンド。で、源田、その後アウトになるけども、鈴木のね、レフトへのタイムリーっていうね、こういったところでね、まあ、栗山はね、ジョイントになってるところも、まあ、非常にね、大きい形のね、ヒット、存在になったかなと。で、日本ハムはね、佐藤がね、立ち上がり、ちょっとふわふわしてる中で、初回ね、ワンアウト1塁になって、ヌニエス三振。で、石井がね、セカンドゴロ。ここでね、一点取ってれば、ちょっとね、流れも変わったかなっていうね。で、7回裏も、ワンアウト2、3塁からね、今度、ファーストゴロ。で、2塁ランナー、清水ね、3塁ランナー、アルカンタラっていうところで、まあ、清水がね、飛び出して、アルカンタラ走ってなくて、で、ここでね、アウトになるんだけどもね。まあ、ベンチの話では、3塁ランナーが、ゴロゴーじゃなかったらしいんだよね。こういった時っていうのは、どういうことが行われるかっていうと、まあ、2、3塁だから、ゴロゴーと。あとは、三塁ゴロ、ショートゴロはストップだけど、ファーストゴロ、セカンドゴロはゴーっていうのもあるんだよね。で、そうなってくると、まあ、セカンドランナーにも伝えて、で、サードランナー走って、まあ、セカンドランナーは三塁に行くっていうところになるんだけども、まあ、サイン的には、ベンチの話だと、ゴロストップだったんで、抜けてからっていうところ。で、その中で、じゃあ、セカンドランナー清水に、ひょっとしたら、伝達ができてなかった。もしくは、伝達ができてたのに、それを忘れて走っちゃった。清水。バッとかもしれない。もしくはベンチワークバッとなんだけどもね。だこういったこのね、ミスっていうところが痛いよね。ちぐはぐさっていうところはね。だここはアルカンタラが悪かったわけじゃなくて、清水が忘れてたか、もしくは伝達ができてないかっていうね。まあどちらかのね、不備で、まあこのね、チャンスを潰すっていうところでは非常にね、まあ痛かったかなと。ね、まあ結果ね、まあ4対0っていうところでね、まあ西武の完封勝利、まあ佐藤がね、プロ初勝利、おめでとうございます。グッピッチ、ね、いうところでしたね。続いて、30日の試合、3対5で西武っていうところでね、まあ日本ハムね、いい形で初回ね、先制したんだけども、まあ開幕5試合の間でね、3戦目のヌニエス、そしてまあこの試合ね、6回アルカンタラのね、以外、タイムリーで点取れてないんだよね。ホームランか、まあ、押し出しっていうところでね、タイムリーがね、なかなか出ないっていうところがね、この1点ずつになってるところがね、まあ、若干ね、この勝ちきれてないっていうところでね、まあ、ここもね、初回石井のね、犠牲フライ、その後ね、アルカンタルがレフトフライになるけども、まあ、その後ね、タイムリーがね、続いてたら、ね、非常に試合展開としては、どうなってたかわかんない。しかも松本もね、初回、2つのフォアボールでワイルドピッチと、まあ、制球がね、定まらない中っていうところでね、まあ、犠牲フライの1点っていうところがね、まあ、この続かないっていうところが、そのね、この開幕、連敗の一番の要因かなと。でね、4回裏もね、追加点欲しい中で、まあ、2アウト、2塁っていう状況でね、セカンドランナー石井が、まあ、森、源田のね、2、6ピックオフ、タッチプレイアウトになるんだけども、まあ、結果、バーッとなんだけどもね、ここね、うまかったのはね、森。普通の時と、このピックオフの時と、構え方がね、ほぼ変わらない。しかもこういう時にね、分かりやすいのが、明らかにボール構えるやついるんだよね。そうなると、セカンドから見てても、ひょっとしたら何かあるんじゃないのって思うんだけども、この時ね、はっきりとしたボール構えてないんだよね。まあ、ストライクボールギリギリで、ちょっとボール目ぐらいかな、みたいなね。このベースと白線の間ぐらいかな、ぐらい構えてて、で、そこでね、松本の投げるところが、ちょっとだけボールに、だから松本の投げるところも良かったね。で、そこからしっかりね、セカンドへ投げて、まあ、これサインプレーなんだけどね。だからま、セカンドね、第2リードがでかいっていう判断だったんだよね。で、しかも源田のタッチもね、
素晴らしかった。だから、ここね、森の構え方っていうのもね、非常に良かったんだけども、セカンドランナー石井はね、バッと、ここでアウトになって反撃のね、目を自分たちで積むみたいな感じになってくるからね。で、その後ね、6回表、まあ、2アウトからね、西武の7連打で一気にね、5点取って、まあ、逆転するわけだけども、まあ、これね、結果論になるよ。それはまあ結果論だろうってね、ファイターズファンの皆さん言うと思うけどもね。でも俺ら評論家は結果論からでもやっぱ判断していかなきゃいけないっていうところを考えると、まあ、このね、6回表、西武が5得点、まあ、日本ハムからするとね、5失点するんだけども、まあ、正直ちょっと投手交代がね、遅い。ね。確かに加藤はね、コントロールもキレも非常にね、良かった。で、調子も良かったっていうところもあるけども、まあこのね、まあ加藤をね、育てたかったっていう意見一つあるけども、やっぱこのね、開幕連敗してて、まず一回勝たなきゃいけないっていう目の前のことを考えれば、ね、その全部の勝負を捨ててまで行くべきことじゃ俺はないと思うんだよね。だから、その2アウトから、まあ鈴木センター前、オグレディライト前、で、森レフト前タイムリーヒットっていうところで同点になるんだけども、まあ左左で、次山川来るんだけどね。まあ山川がね、絶好調っていうところで、まあ一つとしてこの山川で変えてもよかったね。まあでも遅くても、この山川のタイムリーで逆転されて、中村では変えなきゃいけなかったよね。まあそれを、まあ山川ヒット、中村ヒット、で、殿崎もヒット、で、栗山ヒットになって、ようやく愛斗からの時から古川変わるんだけども、正直ね、遅い。このピッチング交代は。まあ、早かったら山川。遅くてもやっぱり中村の時には変えなきゃいけなかったと思う。だからそのね、対比で最初の西武の、セリーグの時に巨人の時言ったけども、巨人の時もメルセデスめっちゃ高騰してたからね。高騰しててもピンチになった瞬間に、そっからスパッと桑原にね、交代。で、そっからまあ怒涛の系統でね、勝っていくんだけども、そういったところでね、ちょっとこの試合感、勝負感、采配感っていうところでは、ちょっとこの試合後手踏んだかなっていう印象はね、あります。ね。結果論っていうのは分かってますよ。でもそこから読み解くのが仕事です。はい。その中ね、西武の守備でね、まあ非常に良かったなと思うが、6回裏ね、日本ハムワンアウト2、3塁から石井のね、サードゴロ。でね、それをね、ホームにウネンティンが投げて、まあホームね、森、取ってればアウトだったけど、弾かれちゃってね、ポローンってボールがね、出ちゃうんだけど、6回裏ね、これね、ウーネンティファーストベース踏んでたんだよね。踏んでたから、その後、ツーアウト三塁になって、まあこの後ね、ピッチャー佐々木に代わって、アルカンタラにセンター前ヒット打たれるんだけども、あのファーストベース踏んでなかったら、ひょっとしたら逆転の目もね、日本ハムに出てきてたかもしれない。でもしっかりファーストベース踏んでから、ホームへ投げる。あれもし、森取ってたらアウトでダブルプレーだったからね。0点だったからね。スーパープレイだったんですよ。で、ね、プロンって出た時に、その、セカンドランナー清宮ね、ホーム多分あそこまで転がってたら、反対よく行ったら、これてたと思うんだよね。まあ、無理していくとこじゃないけどね、その点差考えるとね。まあでもそういったところも貪欲に行きたいなっていうところもあるけども、ね、森が取っときたかった。でも、ウネンティンのね、その判断力、守備、グッと、非常に素晴らしかったかなと。で、この試合ね、山川ね、ちょっと足、やっちゃって、調子良かっただけにね。でもなんか今日、なんかジャンプもしてたし、自分で歩いて球場に来てたって言ってたから、まあベンチからは外れたけどね、登録抹消されてないんだけど、そこまで重症じゃないのかなっていうような感じはしますね。で、この試合ね、31日、6対2でね、日本ハムの勝利、ね、BS テレ東でね、鶴岡と解説、してましたけども、まあ、西武はね、まあ、結果から言えば、まあ日本ハムのいいとこから言えば、やっぱ先発縦ののがね、非常にストレートも力強く、変化球の制球も低めにできてね、非常に安定的に力強いピッチングできたことが、まず勝ちにつながったし、まあ、この5回で交代するんだけども、6回の古川が5球で3人を打ち取るんだよね。この、宮西堀で北山につなげる、このジョイント的として、この6回のね、古川が何気に素晴らしい、俺はピッチングだったかなっていうね、いうところと、まあ先ほどまでね、タイムリーがなかなか出ないっていうところでね、まあ、2回はね、浅村のタイムリー、浅村のね、ツーランホームランだったけども、3回ね、松本の盗塁から近藤のね、タイムリー。この1点がね、非常に大きかったね。で、5回の裏も、松本のね、タイムリー。で、7回裏に松本のね、タイムリー。で、近藤のね、犠牲フライっていうところで、先制中押しダメ押しと、完璧なね、点の取り方で、まあ、6対2で勝ったんだけども、まあ、ここでね、やっぱね、一番気になったのはね、やっぱりね、この、西武のね、
ミスっていうところでね、この5回裏、まあ、この5回裏、5回表ね、オグレディがレフトへね、ヒットを打って3対2になって、あれひょっとしたらっていうところでね、この5回裏の1点っていうのは日本ハムにとっては非常に大きかったんだけども、先頭ね、渡辺レフト前ヒット打って、水野がね、バンドした時に、まあ、日本ハムはね、ビッグボスの方針で、バンドは最初から構えないと。打つ構えをしてバントっていうところがね、今年の方針であるんだけども、まあ、水野もね、打つ構えからのバントしに行ったんだけども、まあ、そこでね、バントして、なんてことないバントよ。でも、外崎がファーストベースに入るのが遅れて、与座はね、しっかりベースの上に投げてんだけども、入りきれずにファーストセーフにしちゃうんだよね。このミスはね、非常に大きい。で、ファーストランナーの渡辺が三塁に行って、結果松本がね、レフトへのタイムリーヒットを打つんだけども、あそこね、0点でいける可能性あった時に痛かったね。で、7回も宇佐美のね、センター前ヒット。その後渡辺ね、あれ難しいよ。結構、いっぱいいっぱいのプレイ。あれがね、エラーになるのも、守備範囲の広さっていうのがエラーにしちゃうんだけど、あれ取ってていけばダブルプレイだったからね。そういったところでこのね、ミス2つっていうのはちょっとね、セーブとしては痛かったかなと。まあでもね、その中でもまあ、縦の、古川で、宮西、堀、で、北山っていうところをね、ピッチャー陣がしっかり抑えたっていうところと、まあ今日やっぱり山川のね、欠場っていうのも痛かったかなっていうところで、この森にことごとくチャンスで回るんだよね。3回の表も、まあ9番源田からのね、レフト前ヒットで、で、外崎フォアボール、で、2アウト1、2から森がね、セカンドゴロ。で、5回もね、オグレディがヒット打って、で、1アウト、2塁からね、外崎ピッチャーゴロ。で、2アウト2塁になって森がね、サードゴロ1アウトっていうところで、4番に入った森に、ことごとくチャンスがね、回ってきて、そこでね、森が1本出てれば、ちょっとしたら展開違ったかもわかんないけども、そこ森がね、抑えられちゃって、まあ、ここでね、なんか勝負のあれなんだけどね、別に誰のせいとかじゃなくて、この山川がね、いるといなかったのかっていうのはね、ちょっと試合展開ね、大きく変わったかなっていうところはありますけども、まあ、しっかりね、先制中押し、ダメ押しと、まあ、いい形で点を取ってね、今季初勝利っていうところはね、非常にいい形のね、日本ハム勝ち方だったんじゃないでしょうか。結果ね、西武の2勝1敗の勝ち越しでした。さあ、ということでね、全試合、ね、3連戦振り返っていきましたけども、ちょっとね、3連勝3連敗が多かったね、この火水木の試合になったと思いますけども、金土日ね、今度はどうなっていくのか、皆さんね、ぜひチェックしていきましょうということでね、月曜日またベストナインもやりますけども、しっかりね、見た、皆さん見てね、頑張っていきましょうということでね、佐々木総チェックお送りしました。皆さん見てください。グッドボタンよろしくお願いします。ということで、今日は終わりです。ありがとうございました。